はい、どうもこんにちは。バトルフィールド5、先行アクセス今日もプレイしていきます。で、マップはね、ベバステーションでドミネーションをプレイしていきます。このルールね、好きなんだよね。コンクエストの歩兵版みたいな、3つのエリアを守っていくみたいなね。このルール結構好きで。おっと、いきなり、そう、なんかね、ドミネーション始まった直後のね、接敵が早いんだよね。なんか、さっき倒したところによくいるんだよ。始まった直後に。あれ何なんだろうね。一人やっていく。おっと、まだいる。二人いるか。2対2か。ちょっと大砲当てて、ランチャー当てていきたい。当てていく。おっと、間に合わない。あ、つか、後ろ？後ろからやられたの。まあ、そんな感じですね。で、使う武器はね、相変わらず STG44 使ってますよ。まあ、突撃使ってる以上はもうしばらくこれ使うかな。で、A を取りに行った方がいいな。A 行くか。A と C でいいかな、今回は。ちょっとこっち不利か。で、A と C、お、味方が A 取ってくれたんで、一応 B に指示は出しておくが。ああ、いるね。いたいたいた。ちょ、待ってよ。当てにくいな。いた。ああ、A 取られてっかな、これ。どうしよう。B の方から A 攻めた方がいいか。あ、結構やられてるね。あ、いるね、そこ。おっと？よし。B 攻めるか。お、ちょっと待って、A も C も全部取られるでしょ。まずい。まあ、一旦 A 入って。B か。あ、まだいる。音聞こえるな。どうしよう。取っちゃうかも。B 取ろう。あ、A 結構頑張ってるね。A が一番熱いかな、今は。で、A 取って、B 取って、その状態維持したいが、あー来てるな。敵めっちゃ来てるな。どうしよう。一人しかいないぞ、こっち。うわ、まずい。俺一人になった。どうしよう。ちょっと一回、退避しようかな。あ、いた！そっちか。先に見つけられちゃったな。まあね、数の暴力には勝てないんでね。ある程度なんか、粘って邪魔して、いかに相手に無駄な時間を使わせるかをね、考えないとダメですね。ということで、シドリー行きましょう。まあなんか音が聞こえないんでね、多分単独で C 取りに行けるかなっていう感じですね。このゲームね、拠点取るだけだったら単独でもできるからいいですね。なんか前にやってたワールドウォー3とかだとね、一人で取るともなんか1分くらいかかるんでね、もう簡単に敵に見つかって追いつかれるんだよ。さあ B 取りに行こうかな。相変わらず A が熱いみたいだね。ずっと A の方で銃声が聞こえる。味方が B に入ってくれてるんで、さあ私は左側から、あー待って、奥に赤点。うお、ちょっと待って、今頭打たれたな。ちょっとまずいな。よし、打っとこう。あ、待てよ、いるな。うわ、そっちか。ちょっと回復いるな。 A から C に行こうとしてる。よし、これ最終的にやっぱ頭狙った方がいいな。打ちながらでもいいから頭に持ってった方が倒せるな。いた。
アシストか。ちょっと待って、C 取られたか。B 取ってるし。A も取られてるか。いかんな、これ。C 取って、来た。うわ、負けたか。ちょっとね、カバー入ってたじゃん。どうしようかな。A か、これは。A 行った方が良さそうだな。A に指示出しして。あ、いる。頭一個出してるな。アシスト入った。うわぁ、ダメか。しかも後ろか。そっち側から撃ってくるのね。また全部取られてる。89対127か。ちょっとまずいな、これ。まず最速で C 取って、B かな。したら。いて、後ろ？なになになに？B と C ね、結構開けてるからな。どっちかすると B と A で取った方がいいのかな。突撃兵の視点だと B と A 取る方がなんか楽なような気がしてきた。C がちょっと面倒いんだよね。開けすぎてて。いる？あ、B 入ってるね。よし、じゃあ B、さっさっと取って。どこどこ？またね、B と A 感が、やっぱ、あ、いるいる、いるじゃん。来たか、そっちから。顔出したくないんだよな。ここもうね、顔出すとろくな目に合わないんだよな。よし。大丈夫か？C 行くか？いた！なんか音聞こえる。敵だな。どこどこ？回ってきた。おっと、超追いかけっこでしょ、これ。まあ、サブマシンガンにブーがあるか、この距離は。多分さっきのやつは倒したかな。で、A と B 取ってるんで、あと C か。まあ、この状態、長らく続ければ、ギリギリ勝てんじゃないか。二つ取ってるし。C。まあ、C から来るやつを邪魔すっか、この辺で。お、早速目の前にいるんで、頭抜いていく。あ、上にいるね。うわぁ、ダメか。全然だ。あ、そっちにもいたか。あ、ちょっと待ってよ。どうしようかな。A。A だな。A 取らないと。いや、一応命中したけど、ダメだな。やっぱ下から上はきついぞ。起こせる人もいないし。まあ、BC 取ってんだったら大丈夫かな。適当に邪魔でもしに行くか。で、A 裏から。A 誰も行ってないな。裏から入って。いた！おお！すげえ。よく今の当てれたな。味方ナイス。出会い頭にヘッドショットかましてきた。あ、B。B 取られちゃった、今度。B はあんま取られたくないんだよな。いた！うわ、マジか、負ける、これ。いや、やっぱ、距離、
距離大事だな。この距離だとね、やっぱ衛星兵負けちゃうんだよね。よし、ここから湧こう。いた。うん、やっぱこの距離だね。この距離強い。ちょっと今固まったけど。で、周りに起こしてくれる人はいなさそうなんで、しんどいましょう。34対48か。結構差埋めてきたぞ。これ、いいんじゃない？この状態。しばらく続ければ。おっと、横が。ヒロード挟んで。今いた。一人いたんだよな。そこが、よし。よし、B 取ろう。サクッと B 取っておきたい。誰もいないのがちょっと心配だけど。敵もいないから大丈夫か。さあ、B と A。B と A だけでもいいと思うんだけどね。さあ、中から顔出して。よし、頭抜いていく。いて！ヘッドショットされたな、今。ちょっと裏行くか、たまには。いや、待てよ。このまま守ってたら勝てるな。この状態維持でいいな、もう。よし。これでいいんじゃない？これで勝ちです。ふぅ。おっと、スコアなんとか1位取れたか。ドミネーション。5416だって。だいたい10分、12分ぐらいなのかな。はい、そんな感じで STG44 突撃兵でね、ドミネーションやってみました。まあ、まだね、まあ、分隊長よくやるんだけど、なかなか効率のいいね、分隊式がまだできてないんでね、これからもっと効率よくなるように。していこうかな。お、全部ベスト。ベストのやつ3つ出てきてるだけか。はい、そんな感じで以上です。